じゃあ営業部長ご紹介お願いします。お不満に乗ってますね、クマモンね。クマモンと言えば皆さん頭の中で考えてみてください。ヒヒーとね、馬に乗っております。はい、馬に乗っておい、まだ乗るのね、まだ馬に乗るのね、よしよし、はいはい、投げた、今本当投げた、大丈夫。なんか取り出します。あー馬を刺したぞ、馬を刺したぞ。はい、皆さんもうなんとなくね、頭の中で あれねってなってると思います。あの馬刺しですね。そうなんです、熊本馬刺し、桜肉ですね、有名で美味しいですね。あの牛肉とかもすごく美味しいんですけれども、馬のお肉ってタンパク質がとっても豊富になってくるので、タンパク質、人間の体にとって何がいいかっていうと、髪の毛を作ったり、この肌を作ったりする成分になってますので、お肌も綺麗になったり、髪の毛も綺麗になったり、女性にとっても嬉しい成分たっぷりでございます。そんな馬刺し、馬肉が今もどこで食べれるんだっけ、ここ、そう、あ、どこ見てなかったよ、あ、ここ全然見えてなかった、ごめんクマモン、ごめんお姉さん許して。今クマモンのお腹にお肉があるからごめんよ、ごめん、クマモンシュッとしてるよ。